どうも、いつもご視聴ありがとうございます。藤谷トリーンモーターズです。えー、久しぶりの投稿となりまして、えー、申し訳ございません。最近ですね、少し投稿頻度が落ちていてというか、最後に投稿してからちょっと1ヶ月近く、あのメイン動画の方があの更新できていなくてですね。ショート動画の方はあのちょいちょい更新させてもらってたんですけども、まあ、そちらの方でもね、たくさんご視聴いただいて、あの、本当にありがとうございます。 で、本題に入らさせていただきますと、また自動車関係でちょっと非常に大きなニュースがありましたので、緊急雑談という形でお話しさせていただければと思います。どんなニュースかと言いますと、型式指定の認証試験に関する不正ということで、ちょっとあの、私のチャンネル見ていただいてくださってる、あの、方なら、ちょっと聞き覚えのある言葉ではないかと思うんですけども、 あの、型式試験の、あ、失礼しました。型式指定の認証試験における不正と。まあ、これ、昨年末に、あの、ダイハツがやらかして、世間をだいぶ賑らしてましたけども、今回また、さらにね、他のメーカーでもそれが発覚するっていう形の、あの、ニュースになってます。で、これなんで発覚したかっていうと、ほったまダイハツの件らしいんですよね。ダイハツの件で、まあ、ダイハツとか、まあ、日野とかね、あの、 そこら辺の会社がちょっとだいぶやらかして、まあ、やらかしてって言ったらちょっとあれなんですけど、そこら辺の会社がそういうことをやって、国土交通省が自動車メーカーとか、まあ、その自動車関連メーカーにあの調査を入れたらしいんですよねで。それで発覚したということだそうです。で、ちょっとあの、今回、あのその不正が発覚したのが、まず、あの、トヨタですね。トヨタ、マツダ、ホンダ、スズキ、 ヤマハと、もう5つ、すでにあの、現時点で5つメーカーの名前が上がってます。で、国交省は6車種出荷停止指示をしたということです。すで既にトヨタのトヨタ社長が、えー、謝罪会見を開いていて、まあ、そのニュースも出ているので、まあ、ちょっとニュースをまた読みながらお話しさせていただこうと思います。えー、FNN プライムオンラインさんですね。トヨタ自動車は3日午後、 えー、認証不正問題について調査した結果、不正が発覚したとして、会見した。豊田昭夫会長は、すいません、えー、社長じゃない、会長ですね。豊田会長です。失礼しました。豊田昭夫会長は、会見冒頭で、今回の事案は、トヨタ自動車と、トヨタ自動車東日本の2社にまたがる問題でございます。昨日野ダイハツ、トヨタ自動織機に続き、グループ内で問題が発生しておりますことに対し、 トヨタグループの責任者としてお客様、車ファン、すべてのステークホルダーの皆様に心よりお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。と謝罪したと、えー。その上で、法規に定められた基準はクリアしておりますので、お客様に安全にお使いいただけることを確認しております。しかしながら、こうした行為は認証制度の根幹を揺るがすものであり、自動車メーカーとして絶対にやってはいけないことだと考えております。えー、トヨタ自動車は3日、 車体やエンジンを大量生産するために必要な認証制度である型式指定をめぐって、2014年以降にクラウン、アイシス、シエンタ、RX、カローラフィールダー、アクシオ、ヤリスクロスの7車種で、国が定めた基準と異なる方法で、不正な認証試験を行っていたことが判明したと発表した。生産終了しているクラウン、アイシス、シエンタ、RX の4車種については、 衝突試験などの試験方法に誤りがあり、生産中のカローラフィールダー、アクシオ、ヤリスクロスの3車種については、歩行者乗員保護試験でのデータ不備があったとしている。不正があったことは5月31日に国土交通省に届けていて、このうち現在も生産しているカローラフィールダー、カローラアクシオ、ヤリスクロスの3車種については、今日3日から一旦出荷と販売を停止することを決定した。 えー、ということです、まあ。トヨタの車に関しては、もう不正が発覚したものの中で、もう生産中止になっているものも、まあ、結構あるということで、現状を生産している中で、不正が発覚して出荷を停止するというふうになったのは、カローラフィールダー、えー、カローラークシオ、ヤリスクロスの,この3車種ということです。まあ、ちょっとニュースをそのまま、また読まさせていただきますと、えー、読売オンラインさんの 記事ですね。国交省は、ダイハツ工業やトヨタ自動食器で、型式指定をめぐる不正が続化したことを受け、今年1月から2月、型式指定を取得している自動車メーカーなど23社と、装置メーカー62社に対し、過去10年間の取得時にデータ改んなどの不正がなかったか、改めて社内で調査し、報告するように指示をしていた。えー、ということです。まあ、これに基づいて、不正が発覚したということですね。 まあ型式指定ってね、まあどういうことかっていうと、簡単に説明しますと、まあ自動車って基本的に行動を走る上で車検を取らないといけないんですけど、全部のね、あの全部新車で売る車にこう車検を取っていたら、もうとてつもなく大変なことになってしまうので、時間もかかりますし、車検をする運輸資格もパンクしてしまうということで、の型式指定っていう指定を取った車種に関しては、えー 新規生産、新車、要するに新車の状態で世に出すときは、車検はもう取ってやることにしていいですよと。まあ、簡単に言えば、すごい簡単に言うとこういう感じの制度になります。厳格な審査をして、型式指定っていうお墨付きを、国がお墨付きを与えるから、まあ、それによって最初の車検は、まあもうついてるってことでいいですよっていうふうに、こう、国土交通省が認証しているというのが、あの型式指定っていう制度になります。 だから、世の、世を走ってる車って、もう基本的にこの型式指定がされてるっていう、もう、ものだと思っていただいて差し支えないと思います。この型式指定を得るにあたっての、えー、試験で不正があったということです。まあも、もう、これ、言うまでもないとは思うんですけど、車をね、こう、行動に出すための、もう、資格というか、そういう認証制度ですので、当然不正があってはいけないって、もう絶対あっちゃいけないですよね。 だって、ある意味、その、行動に出るための認定試験みたいなもんなんですから、まあ、資格というかね、もう、車ある意味、その、車自身が持ってる免許といっても差し支えないと思います。これに不正があったってことは、まあ、これ、トヨタ会長も言ってますけども、絶対にあってはならないことですと。まあ、実際、ダイハツなんかはね、それの不正で、あの、大変な目に遭ってるというか、まあ、まあ、自業自得ですけども、大変なことになってますし、やっぱり、これはちょっと、よろしくない事態ですよね。 非常によろしくないです。ちょっとこれでね、また、どのぐらいの車種がまた、生産中止とか、販売中止になっていくのかっていうのは、ちょっとまたこれから、ボロボロ出ていくることだと思うので、えー、トヨタ以外のメーカーに関して言いますと、マツダですね。マツダは、エンジン制御ソフトの書き換えのほか、衝突時のエアバッグの試験方法で不正が行われたとして、 えー、ロードスター RF とマツダ2。まあ、昔で言うデミオですよね。この2車種が出荷停止ということです。で、鈴木は、えー、鈴木のアルトですね。アルトのう、うん、ブレーキ試験。ブレーキの試験で不正があったと。まあ、制動距離を実際の試験で測定した停止距離よりも短く記載しましたということです。 ヤマ,ハヤマハは、まあ、これはオートバイです。二輪で YZF-R1。これは騒音の試験での不正ということです。これは騒音ですね。騒音試験の不正と。あとは、えー、軽音機。これはホーンですね。保温の試験で不正があったということです。ホンダですかね。一番すごいのは。ホンダに関してはもう、ちょっと、ちょっとこれ、数がすごいですね。騒音試験における不適切事案。 インスパイア、フィット、CRZ、アクティ、バモス、ステップワゴン、えー、スパーダ、レジェンド、アコード、フィットシャトル、インサイト、CRV、フリード、N ボックス、N1、オデッセイ、N ワゴン、ベゼル、グレース、S660、えー、NSX、ジェードってほ,ほとんどじゃないですか、俺。<laughs> もう <laughs>。で、あとは、 原動機車載出力試験。あ要するに、あの、エンジンの出力試験ですね。それの不正が、えー、フィット、シャトル、フリード、ベゼル、ジェード、グレイス、オデッセイ、NSX。ちょっと多いですね。パッと見る限り一番、ちょっと問題が起きそうなのは、ホンダなのかなと。車種があまりにも多すぎるんで。まあこれ、今挙げた車種の中に、生産中止しているものも含まれてるんで、 ま、ちょっと、現行写真っていう意味では、ちょっとまた、あのー、少し変わってくると思うんですけども、これもちょっとなかなか大きな問題となりそうですね。と、この動画を作成中に、さらにまた新たなニュースが入ってきまして、えー、国土交通省が道路運送車両法に基づき、トヨタ自動車本社を立ち入り検査するということです。ちょっとこの件に関しては、もうこれからしばらく、 連日ニュースを賑わせていくような事案なのではないかなと思います。ちょっとこれは私も注視して、あの、い,いこうと思ってます。最近ちょっとメイン動画の方があまり更新できてなかった理由として、まあ、一応ちょっと言い訳的なあの理由を述べさせていただきますと、まあ、私、ちょっとあの、趣味で格闘技やっておりまして、まあ、エタイという格闘技なんですけども、 二年ぐらい前に、あの、最後に試合に出て、まあ、それから事実上の、まあ、引退状態といったところだったんですけど、まあ、試合に関してはね、練習はしてたんですけど、ずっとね。まあ、ちょっとこの度、あの、試合にまた復帰することになりまして、まあ、簡単には現役復帰することになって、あ、もちろんアマチュアですよ。プロじゃないです。アマチュアな、アマチュアの試合に復帰することにして、でまあ、やっぱりちょっと試合出るってなると、それなりにね、練習とか、 あの、準備とか、ま、減量とか、いろいろ必要になるんで、ま、そういったこともあって、ちょっと、なかなか、ま、ちょっと更新がね、あまりできていなかったという感じではあるんですけども、そちらの方も、あの、もしよ,よろしければ、温かい目で見守ってくだされば幸いでございます。といったところで、えー、少々長くなりましたが、えー、今回もご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価などいただければ幸いでございます。 それではまた次の動画でお会いしましょう。